このグラフィックカテゴリーでは 2D、3D など問わず絵作りについて話をしていくつもりです。ただこういった専門分野系のものはグラフィックのみならず他に参考できる文献がいっぱいあることと思います。なので私からは控えめにしますが、私が映像に関しても様々な監修をしており、その中で引っかかりやすいことはやはりあります。それはゲーム制作において多くのアーティストやその志望者が実践的に注意すべきことでもあろうかと思うので、簡単にお話ししていきたいと思います。では始めます。できたグラフィックに対して特に背景アーティストによく言うことがあります。素材を描くのではなく、それに反射する光を描くということ。すべてのものはそこに反射する光を目に入れて認識しています。単純に素材が赤なら赤、青なら青とシンプルなものではなく、さまざまな要素によって見え方が決まってきます。例えば一つの木をゲームで作るとき、ポリゴンならば幹は茶色、葉は緑色とテクスチャーを書いて貼っていくのですが、それを普通としてはいけません。かなりレンダリング力の高い環境なら後の計算でより深みのある見た目にできるでしょうけれど、大抵の場合はそうではありません。ハードなパフォーマンスの問題もありますし、処理が軽ければ軽いほど多くのものを出せますから、シンプルな手法でよりよく見せた方が良いです。例えばこの森の絵、木の絵をくり抜いて並べてしまっただけではあまり綺麗に見えません。まあこれでもダメではないですが、まず光を意識する。色がついた光が差し込み、群体としての明暗をもたらす。スプレーを上から吹きかけ明るくなりそうなところを意識するとか、そして様々な要素から色相の落差をもたらす。ある程度の色相のズレは印象をより深くします。光も乱反射するものだし。そして空気感を出す。単に空気遠近的な方向をかけるというわけではないのですが、世界の奥行きを感じられるようになってくると思います。日照方向に対し明るくフィルターをかけるなどの手法もありますが、これは素材単体と関係なくなっていくかも。とにかく大事なこと、木を作れと言われたらただ木を一つ描けばいいというわけではないのです。作業分担をすることはありえますが、単純に素材だけを表現して終わりにすることはないようにしましょうね。最後のアウトプットは環境にある光を表現するということで、